シェルブール襲撃は7年戦争中の1758年8月、イギリス海軍によるフランス海岸への上陸及び、シェルブールイコールオクトビルへの攻撃、イギリスのフランス海岸襲撃政策の一部であった。1757年以降、イギリスの戦争遂行策は、海軍の優位を利用して、フランス海岸を襲撃し、フランス軍を牽制して、ドイツから離れさせることであり、 イギリスの同盟国であるプロイセン王国ハノーファー選定公領ブラウンシュバイク・リューネーブルクへの圧力の軽減を目的とした。1757年秋、イギリスによるロシュフォール襲撃はフランスの島を一つ占領したがロシュフォールの町は占領せずに終わった。1758年ブラウンシュバイク港は同盟軍が退却を続けていたことを理由としてイギリスに 襲撃の実行を要請した。イギリスはそれに応じ、海軍大臣の初代アンソン・ダンシャクが南イングランドで遠征軍を集結し、6月にサンマロ襲撃を実行した。この襲撃が成功したことでイギリスは、さらなる襲撃を計画、王太子、ジョージの弟、ヨーク、オールバニコー、エドワード・オーガスタスが遠征に参加することを公表した。 襲撃に参加したイギリス陸軍の指揮官はトマス・ブライ中将で海軍の指揮官はリチャード・ハウだった。遠征軍はノルマンディ沿岸の港を脅かした後、8月7日にシェルブール沖に到着した。天気などの状況も良く、遠征軍のウルイコールナックビル上陸は無事成功し、シェルブールの少数なフランス守備軍を蹴散らして、シェルブールを占領、その砦と港を破壊した。 イギリス軍は上陸からちょうど1週間後の8月16日に撤退した。襲撃の成功はイギリスの指揮を上げ、新聞では100年戦争以来初めての上陸成功と報じられた。ウィリアム・ピットはこの襲撃を計画したが、これが大成功を収めたことで、さらなる襲撃を強く主張した。1758年9月、ブライはサンマルを占領しようとしたが、 天気が悪かったため軍の一部しか上陸できず、数で上回るフランス軍に攻撃された。ブライはサンイコールカスの戦いで辛くも上陸軍を乗船させることができたが、イギリスは戦後に襲撃をやめ、ドイツで直接フランス軍と戦う戦略を取った。いずれにせよ襲撃はフランスの士気を下げ、フランスメトロポリテーヌ全体がイギリス海軍の脅威にさらされていることを、 フランス人の脳裏に焼き付けたため成功したと言える。フランスは脅威を取り除くためにイギリスの本土侵攻を計画したが、海戦の敗北により計画は破棄された。ありがとうございます。